はい、こんにちは、カズボウです。ポケットモンスターサンドム続きやっていきたいと思います。今ね、主人公がね、女の子になってますけど、これね、3バージョンですね。ムーンがね、メインでやってたので、まああっちは、ね、自分男性なので男性でプレイしましたけど、こっちは女性でプレイしましたね。ということでね、サンのね、ルナーラがいた場所来ましたね。おそらくソルガリオが出てくるので、このイベントやってないのでね、やっちゃいましょう。太陽の力いっぱい感じます。星雲ちゃん、あなたを元の世界に戻す前に母様の目を覚まさせます。私の言葉を、思いを伝えるのです。トレーナーではなくてもできることです。ということで、ね、笛吹く場面なのでね、月の笛手に馴染みます。一人でに吹けそう。星雲ちゃん、良かったです。無事で。これね、ルナーラとやっぱ違ってね、ソルガリオ出てきますね。いきなり飛び出すから、私驚いちゃって。それにしても、笛の音で力を与えるとは、伝説ポケモンに進化させるすごい儀式だったなんて。ラリオ。ラリオって鳴くの？伝説のポケモンに進化する話なんて、そんなの本でも読んだことないのに。ソルガリオさん。星雲ちゃん、私、母様に会いたい。ラリオーナって、マヒナペアよりはマシかなって感じですけどね。思っていたより綺麗な場所で驚いています。でも空気がどんよりとなんだか苦しい。ウルトラビーストってやはりポケモンさんなのでしょうか。だとしたらウルトラビーストさんと呼ぶべき。行きましょう。ラリオーナとね、これまあ戻れるのでね。どうしたの？そこから動くとダメということでしょうか。ラリオーナ、ありがとうね、星雲ちゃん。
ビーストさんの世界に連れてきてくれて、次は私の番ですね。ラリオーナ。マヒナペアーってね、ムーンだったらずっと叫んでましたけどね。さて、これでね、下のね、ロトム図鑑がね、全然使えない状態になってるので、ムーンだったらね、これね、ルナーラがいた感じなので、まあこれでね、このソルガレオをね、通信して、ムーンにね、手に入れれば298種類になるのでね、あとは全クリ後のウルトラビーストだけですね。なので、3のソルガレオのイベントはこんな感じです。はい、早速、3の方からね、ソルガレオいただきました。ね、ソルガレオのイベントに引き続きね、捕まえて、ソルガレオいただいた感じですね。まあ、返しますけどね、あっちにね、これは。はい、291番。これで298種類か。あとはウルトラビーストですね。はい、99%。日輪ポケモン、エスパー鋼。高さ 3.4 メートル、重さ230キロ。コスモッグが進化した、オスだと言われる。オスか。ルナーラってじゃあメスなのかな。第3の目が浮かぶとき、別世界へと駆け抜けていく。あ、オスなの、これ。そういうことなんだ。はい、ソルガレオの強さは、まあ、攻撃力が高い感じですね。攻撃と特攻がちょっと高い感じかな。まあ、ルナーラがね、結構早かったかなって感じはしますけどね。HP と攻撃かな。なのでね、メテオドライブが、ルナーラでいう、なんだろう、シャドーボールでしたっけ？違うな。オーバーレイだったっけ？なんかそんなようなね、技ありましたよね。鋼タイプなんだ、エスパーとね。ってことは、攻撃とか、攻撃特攻 HP、まあここら辺押さえとけば強いんじゃないかなとは思うんですけどね。まあこの後何を覚えるかにもよりますけど、まあソルガレオこんな感じですね。はい、とまあね、図鑑がね、まあ、ようやくこうソルガレオ埋まって 99%。あとね、2種類でとりあえずは 100% にはなるみたいなので、まあ、301と302はね、特殊みたいなので、まあ、図鑑には関係ないようなね、話は聞いたんですけどね。はい、ということでね、まあ、今回はソルガレオをね、まあ、イベントと、まあ、交換してね、図鑑に載っけたわけですけど、あれオスなんですね。で、メテオドライブという技が、ルナーラでいうね、何でしたっけ、ルナーラしか使えない技。まあ、頭のところがなんかぐるぐる回ってね、宇宙みたいになってね、打つような技みたいですね。で、HP と攻撃と特攻がね、やっぱ高いモンスターみたいなので、やっぱそこら辺をね、長所を生かしていった方がいいんじゃないかなと思いますね。ということで、あと残りはウルトラビースト2体なので、まあその捕まえるところと、あとね、エーテルパラダイスに行ったら、まあどんなポケモンだったかわかるので、まあそこだけね、確認してね、交換してね、まあそれで300種類になるので、まあその後はね、まあ、特殊な幻ポケモンでもね、入れていけばいいかなと思います。ということで今回こだわりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。